どうも、ともき ASMR のともきです。ということで、今日はフィギュアライズスタンダードシリーズから仮面ライダーカブト紹介していこうと思います。久々のね、フィギュアライズスタンダードシリーズ、前回のダブルからね、お次はね、カブトっていう風に言ってたんですけど、今回はですね、生配信で組み立てとかもせずにもういきなりね、オンレビューからいきたいと思います。はい、仮面ライダーカブトね、なんでね、組み上がった状態から紹介するかっていうと、難しかったんですよ。パーツとかも結構多いなって思って、見た通りね、いろんな付属品とかも入ってて結構多くって、あとはね、各部をちょっと塗装とかもしてみようかなと思って、今回もね、いきなり作ってみました。でも何でも開けてるんですけど、まず箱から見ていこうと思います。箱のね、表面には兜がいて、でキャストオフしてる瞬間ですね、キャストオフってして、バコーンってこうアーマーがね、飛び散ってマスクドフォームからライダーフォームになって瞬間の兜で、下にはね、マスクドライダー兜っていう風に書いてて、で最近気づいた、今まで気づいてなかったんですけど、このね、フィギュアライズスタンダードシリーズのここにね、ライダーのロゴというか名前がね入ってるんですけど、その後ろにね、各ライダーごとのね、変身ベルトが書いてあるんです。これ気づいてなかった。で、兜はこんな感じで兜セクターが写ってますね。で、マスクドライダー兜ね、平成初期なんで、横にはこんな感じでいろんなね、ポーズとか取れるよっていうのが、まあ、いつもの通り書いてあるんですけど、天の道を行き全てを司る男ね、天道総司、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、こういうポーズとか、で後で見るんですけど、マスクとフォームね、今回マスクとフォームにもなれるんですよ。で、特徴的なタッチライダーキックのエフェクトパーツとかあって、あと武器もね、かなり充実して、めっちゃ見にくい、めっちゃ見にくくない、めっちゃ僕映ってて、めっちゃ僕が映って見にくいかもしれないですけど、ごめんなさい。で、箱の横にも同じように書いてあって、で後ろにはいつもの通り兜の説明が書いてますね。このね、やっぱ指をこうやって立てるポーズが兜は印象的ですけど、今ね、ちょうど兜見終わったぐらいなんですよ、僕が。すごいね、面白かったです。兜はやっぱりちっちゃい頃に見てたのを記憶してて、話の流れとかね、全然覚えてなかったんですけど、なんだろう、ライダーがいっぱい出てくるじゃないですか。サソードとかガタックとか、あと地獄兄弟とかね、そういうね、キャラクターとか結構覚えてて、キャラクター性もね、俺はなんとかにおいても頂点に立つ男だっていう、やっぱサソードがすごい僕ちっちゃい頃印象的で、で好きだった印象がねあって、久々に見てもね、やっぱりカブト面白いなっていうふうに思いましたね。で、さっきも言った通りね、今回はもう組み立ててあるので、早速ね、この仮面ライダーカブト見ていこうと思います。はい、ということで、箱もね、僕が映り込んでかなり見づらいので、早速本体を見ていこうと思います。それでいきます。クロックアップ。うわ、テンドア、テンドア、テンドア、あ、生きてる、生きてる。はい、ということで、ね、今回はもう天道総司立ってますね。早速いきなり組み上がっちゃってるんですけど、はい、出ました、フィギュアライズスタンドとカブト。やば、本体ね、まず見てるんですけど、めちゃくちゃいいでしょう。今回はね、もうね、天道は天の道を行き全てを司る男なので、こんな感じでもうね、バラバラになったりしませんよ。さすがですね、天道総司。いや、めちゃくちゃかっこいいんですけど、後ろ見てください、このね、この量。今回本体がこれで、付属品の量がね、かなり多いので、本体ちょっと一旦後ろに置いて、付属品からまずはね、見ていこうと思います。まずはですね、まあ付属品といってもね、この辺一体多いのが、さっきも言ったね、マスクドフォームにこういう風にね、乾燥するためのパーツが結構多くて、こういったフェイスパーツだったり胸のアーマーで、この辺にあるのは肩アーマーと腕につけるアーマー、まあ、上半身だけに結構アーマーをつけるっていう形でマスクドフォームに変身できるので、ちょっとそれはまた後でやろうと思います。で、他の付属品として、まず手首から見ると、これがね、手の甲が赤くなってる、これがマスクドフォームの手首なので、ちょっとこっちに置いておいて、で握り手が2つ、手のひらにはね、こんな感じでシールを貼ってるんですけど、手の甲のここはね、シルバー、ここシールで貼ったんですけど、塗装をしてみました、ペンでね。で、あとは開き手が2つついてるんですけど、開き手ね、これどっちも右手なんですけど、片っぽの方にはね、見づらいけどちょっと穴が開いてて、で、これはちょっと後で説明しますね。これが2つで、この開き手はちなみに今ね、こっちの左手の方はついてます。で、あとは武器持ち用のね、こういうちょっとグリップするような感じの手首がついてます。
ます。首がだから合計で 1,2,3,4,5,6 と、あとねこれ点を指さすこのポーズ、これで 1,2,3,4,5,6 7個手首が7個ついてます。であとは武器ね、武器も結構今回ね多いんですけど、まずはこれかな、カブトクナイガン。これがですね結構再現が細かくって、まあ、シールとかでね再現されてるんですけど、あここは塗ったのかな、ここ塗ったりとか、まあ、ところどころ塗ったりはしてるんですけど、これねめちゃくちゃ造形細かくていいなと思います。カブトクナイガンってかっこいいな、あのバットマンのグラップネルガンみたいな感じの見た目してて、まあワイヤーがね飛び出たりはしないんですけど、これかっこいいっすよね。でこれに取り付けるのがまずこれかな、この刃みたいなこういうシルバーパーツ、ここに取り付けるとこれでカブトクナイガンのアックスモードになります。これねアックス斧みたいな形になって、でこれじゃなかったらこれをね引っこ抜いて、これが鞘になってるんでこれ引っこ抜いて、でここにこれを取り付ける、このゴールドのねこれも塗装しました、取り付けると、はいこれでカブトクナイガンのクナイモード、これで剣武器にね変化するっていう、こんな感じで3モードでカブトクナイガンはね遊べるのでかなりね楽しい。まあ、このカブトクナイガン結構ね最初の方で序盤でマスクとフォームでね使ってるイメージもあるんですけど、まあ、ライダーフォームでもね結構クナイモードでバンバンねワームを切り刻んでるイメージもあるのでね、こんだけ遊べるのは楽しいですね。でその隣にあるこれなんですけど、これがゼクトからね支給されたちっちゃいね、これなんていう名前なんだろう、調べました。ゼクトマイザーっていうらしいね。こんな感じでちっちゃいね、これも別パーツなんですよ。これのねちっちゃいカブトセクターがわーってねいっぱいこう飛び回って敵を攻撃するような武器なんですけど、見てこれ一匹いないでしょ、一匹いないんですよ。これ実はですね紛失しました。これね1個目こう取り付けようとした時にパチンって跳ねてねどっかに飛んじゃって、ソファーのね下とかもめちゃくちゃ探した、ゴミ箱の中とかもめっちゃ探したんですけど出てこなかった。これねカブトマイザー、じゃあゼクトマイザーっていう武器、まあね1匹いないのはこう1匹だけね飛んでるようなイメージでいけばいいんじゃないかな。まあリアリティはあるよね、ないか。でこれはさっき見たこの開き手2つあった方に穴開いてたと思うんですけど、ここに取り付けることができて、こんな感じでマウントさせることができるので、これを使うとねこんな感じでゼクトマイザーを持ってるような手首ができます。なのでこれはまあ2つセットって感じだね。であとはまずこれね、これがめちゃくちゃ細かいんですけど、ガブトのねベルトパーツなんですけど、こっちかこっちね、これがマスクドフォーム状態のカブトセクター、この角がね前向いてる状態で、これをこっち側に倒すとキャストオフするんですけど、キャストオフするのはね完全に開き切ったベルトパーツが別にあるので、これはこっちで使うって感じ。カブトのマスクドフォームに使うベルトパーツと、あともう一個同じ形状のものがあって、これねこれはもう開いたり閉じたりとかって関係なくて、後ろから見たらわかる、足がねこんな感じで生えてて、これカブトセクターですね。これ変身前にカブトの元にこうやって飛んでくるカブトセクターで、実はここにねこう翼をね展開するっていうギミックもあって、こうした方がねよりカブトセクターっぽい、ちっちゃいちっちゃいパーツなんだけどね、こんな感じでカブトの元にビューってね飛んでくるようなカブトセクターがついてます。これはもう変身しちゃってるから、まあ、再現的にはね単体で遊ぶようなものなんですけど、まあ一応ね兜と一緒にこんな感じで並べるとよりね雰囲気が出ていいんじゃないかなと思います。であとはいつも通りのクリアのね台座パーツがあるんですけど、この接続部分はねちょっと兜仕様になってました。でいつもの通りねこの接続するね手首を接続するジョイント穴があるんですけど、ここはね兜の手首がいつもとちょっと違うのでマウントがねできないようになってます。まあちょっと奥程度にこうできるんですけど、しっかりと接続される感じではないです。
感じがあっていいですよね。はい、で頭部から見るとこんな感じ。いつも通りね角は結構動くんですけど、今回ね首がちょっと詰まってて下をね向くのが、あ、いけるか、意外といけるな。なんか遊んでみた感じちょっと苦手かなと思ったんですけど、首とね首の根元でダブルのね接続になってるんで、こんな感じで結構動きますね意外と。で次は胸アーマーなんですけど、やっぱりねこのカメラ越しで見ても結構高級感が伝わるかなと思います。めちゃくちゃ綺麗な色してますね。で可動も胸と腰とで動いて、でなんかねお腹を押し込むと可動域広がるって書いてあったんですけど、ちょっと押し込みが僕にはわからないんで、まあ、そのまんま動かせばいいかなと思います。で肩の方に行くと肩はね結構動くんですよ。こんな感じで引き出せるので、引き出してね結構グリングリン動かせる感じですね。ここまで下がるので、まあ、自由に腕は決められます。で肩はまあ別になってて、腕とかもねよく曲がるし回りますね。この辺とかもね頑張って塗装したんですよ。シルバー意外と綺麗にいけてるでしょ。意外と綺麗にできたかなと思います。で背面見るとこの辺もねちょっと雑だけど胸のここもか頑張ってね塗装してるんで、まあまあ汚い部分はちょっと多めに見てください。でベルトね、さっきも見た細かい造形ですけど、こんな感じでこれも倒せるんだけど、完全にねこのライダーフォーム用っていうことで、キャストオフした状態でね止まってます。でここを押したらねクロックアップできるところここの名称わからんけど、ここを押したらクロックアップできるところがあります。で足も今回はかなり可動域広めで、まあ、ライダーキックがねハイキックなのでハイキックができるようにねかなり広めに取ってあるんだと思うんですけど、こんな感じで引き出せばここまでね開脚することができる。あーてかほぼ180度いくわ。ちょっと足もね取れやすい感じにはなってるんですけど、結構開くね。これでこんな感じでハイキックができるようになってる感じ。腰関節がね結構いい感じですね。で膝とかもよく曲がるので、こんな感じでねいろんなポーズをつける時のね表情付けがしやすい感じですよね。足首もよく動きます。まあ、よく取れるんだけどね、よく取れるけどよく動きます。でつま先可動はねなし。これさ工夫が以来つま先可動見てないんだけど、つま先可動めっちゃ重要だと思うんだけどな。フィギュアライズスタンダードシリーズあんまりつま先には重点を置いてない感じですね。まあ、兜ってね結構スタッチで立たせることが多いんで、スタッチだったらね、まあ、つま先可動特にいらないのかなと思うんですけど、若干の表情つけてねやっぱ欲しい時があるんですよね。いや兜って本当でもスタッチが一番かっこいいなっていうふうに思いますね。ちょっととりあえず兜本体さらっと見たので、こっからねマスクドフォームにね切り替えていこうと思います。プットオンっていうね、まあキャストオフした状態からもう一回アーマーをつけるプットオンをしたいと思います。こんな感じでベルトをプットオンの状態にして、まずは顔パーツのねこの角部分が外れるので、ここを外して、でこっち側のねマスクドフォーム側の口を取り付けます。こうするとすごいなんか別のライダーに見えますね。でこれを両サイドからかぶせてはめると、こんな感じでね綺麗にしまって、後ろもねしっかりとしまって、まず顔部分は完成。結構簡単でいいですよね。で胸アーマーと背中のアーマーは、まあ、もう見た通り前後からこんな感じカチッとはまって、もうこれで結構ね見た目変わったと思うんですけど、あとは肩アーマーとかをはめていくんですけど、このね上から取り付けるだけじゃはまらなくって、一回ねバラさないといけないんですよね。肩アーマーこんな感じで4つのパーツに分割されてるので、これをまず前後でカチッと挟んで、で赤色のパーツで下からロックして、それをさらにこの黒いね丸でカチャッとロックする感じ。これで肩アーマーのこのねゼクトのマークとかシールで再現なんですけど、いい感じの色してるよね。反対側も同様に取り付けます。であとは腕アーマーをガシガシとつけていくだけなんですけど、結構見た目変わってきたでしょ。まず腕から、正直ねここはちょっと自信がなくってね、あんまりカチッとはまらないんですよね。なんかちょっと浮く感じ、ほらなんかね浮く感じになるんですよ。どっかで接続してる感じじゃなくってね、こう単純にこう乗っけてるだけっていう感じは正直ありますね。あ、嘘でした。このね手首のところに輪っかをつけるんですけど、これでね意外とロックはしっかりとされた感じにはなりましたね。で手首もさっき見たこんな感じのねアーマーがついた手首に交換します。で反対側も同様に取り付けて、これでマスクとフォームの完成と、ほら結構見た目変わって、
配色とかがすごい綺麗で、あとところどころね、この黒い部分もマットな仕上がりになってていい感じなんじゃないかなと思います。ちょっと今気づいたことなんだけどね、マスクとフォームだとね、この上半身の重さにこの華奢なね下半身が耐えられなくて結構グラグラしてしまいますね。お次はカブトクナイガンを構えてワームに向かってね、バババーンと打ち込んでるようなね感じ、いいよね。マスクとフォームといえばこのカブトクナイガンのガンモードっていうイメージが僕的にはあるんだけど、かっこいい。これ立たせてさ、こうやって構えてるだけでかっこいいから、やっぱカブトって本当に威厳のあるライダーだなって思いますね。あとはアックスモードに切り替えてこんな感じでワームに切りかかるようなポーズも取れるんですけど、結構ねアックスモードにしたらね手首がねマスクとフォーム限られてて、こんな感じでプラプラしちゃうので、ちょっと角度調節とかが必要なんですけど、まあでもそれでもいい感じに見えるんじゃないかなと思います。ということでね、すでにめちゃくちゃかっこいいマスクとフォームなんですけど、まあね最初はねワーム相手にこの姿でどれだけやれるか試していたっていうことでね、本領発揮はここからで、これねこのカブトセクターアトシタカブトセクターをバタッと倒してキャストオフっていう感じにすると、このアーマーがちょっともうこれでは再現できないけど、パタ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 ってね外れていって、で頭部のアーマーも別のものに切り替わって、この角がビヨンってね上に上がる、それも再現できるってね、ここにガンとつくと、はいこれでライダーフォーム、カブトのライダーフォームに変身できるよって、おおいいっすね、かっこいいね。天の道行き全てを司る男、やっぱり腕上げるよりやっぱ下ろしてさ、こんな感じでうつむいてるのが一番カブトらしくていいんじゃないかなと思いますね。かっちょえ。はい、改めてカブトでポーズつけるとこんな感じ、めちゃくちゃ良くないですか。やっぱプロポーションがね今回もものすごくいいんじゃないかなと思います。結構ね顔がちっちゃいっていうか、スタイルめっちゃいいんですよカブトって、それもうまく再現されてて、おおいい感じじゃないですか。だいぶねすっきりとした見た目にはなるんですけど、それでもねこの赤とかの高級感がすごいかっこいいんじゃないかなと思いますね。まあさっきも言った通りね、カブトは結構スタチがかっこいいので、そんなにねアクションポーズつけなくてもいいのかなと思うんですけど、こんな感じでね立ったままアクションポーズとかつけたり、足の可動域が広いからね結構ダイナミックなアクションもこんな感じでね決まるんじゃないかなと思います。あとはねさっき見たこのゼクトマイザーを構えてみるポーズとか、いや暗がりで見たらこの一匹いないの目立たないな大丈夫だ構えたりとか、ライダーフォームでもね同様にカブとクナイが持たせれるので、こんな感じでねクナイモードにして逆手持ちとかね、こういうのめっちゃかっこいいんじゃない。で最後は直立からの1,2,3からのライダーキックで、ライダーキックはーっていう感じで、このね紫のエフェクト使ってライダーキックを取らせることもできる。いいよねこれ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。よくないですかこれ。これ今手で支えてるんですけど、多分ねバランス頑張って取ればね自立もできるし、まあさっきのスタンドパーツとかも使えばね十分このまんま飾ることもできるんじゃないかなと思います。いやめちゃくちゃかっこいいよカブト。で最後は天を指さすこのポーズでカブト、かっこいいねめちゃくちゃ。はい、ということで今日はフィギュアライズスタンダードの仮面ライダーカブトを見ていきました。ちょっとね最後ねカメラのバッテリーがかなり切れそうでねギリギリだったので、駆け足になってしまったんですけど、ちょっとね結局充電し直すっていうね、し直すんかいって感じでエンディングを撮ってますけどね。いやめちゃくちゃ今回もね良かったんじゃないかなって感じですね。最後やったライダーキックとかこのエフェクトパーツめちゃくちゃかっこよくってね満足でした。こんな感じでカブトセクターをね最後持たせてますけど、付属品も豊富でマスクとフォームとかにもね換装できるっていうところがすごい、やっぱフィギュアライズスタンダードで遊びがいろいろあって面白いんじゃないかなと思いました。で今回ねこの動画12月の中頃にね上げてると思うんですけど、12月にはねディケイドが発売され、もうこれ動画上がってる頃にはもう発売されたのかな、12月の12日にディケイドのフィギュアライズスタンダードが発売されて、でまあ予定としてはね年末にこのディケイド組み立てる生配信をねまあしようかな、年末だったら暇なんでね、まあ年末ということでねプラモノを作り納めみたいな感じでディケイド作ろうと思ってるんで、まあもしね時間が合えばその生配信もね見に来てくださると嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。